ミシェル・モルガンは、フランスの女優。イルド・フランス地域県オードセーヌ県ヌイ・シュルセーヌ、生まれ。日本語では他に、ミシェル・モルガン、ミシェール・モルガンとも表記されている。主に1930年代後半から1960年代後半まで、活躍した。パリ西部近郊ヌイ・シュルセーヌ生まれ。15歳で女優になる決心をし、映画のエキストラをしながら、演劇学校で演技を学び。 当時の著名なフランスの俳優レーミュー主演の映画、グリーブルでメジャーデビューをする。そして、ジャンギャバンと共に二つの映画、キリノハトバと引き舟に主演し、スターの座に登った。第二次世界大戦中には渡米し、アメリカ人俳優ウィリアム・マーシャルと結婚、一難を生むが、離婚する。1946年の映画、田園公共楽では、 1> 第1回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞した。他の主な出演作は、イタリア映画、ファビオラ、ジェラール・フィリップと共演した2作、狂熱の孤独と夜の岸道、マリー・アントワネット等がある。1970年代以降はほとんど映画出演は、なく、時折、テレビと劇場に出演しつつ、趣味の絵画と試作にふけって平穏な生活を送った。 1969年にはフランス政府からレジオンドヌール君賞を、1992年にはセザール賞の名誉賞を、1996年にはベネツィア国際映画祭で栄誉禁止賞を授与された。1977年に自伝を出版した。サンルイ島やヌイーシュルセーヌ島に居住し、2016年ヌイーシュルセーヌで死去。ありがとうございます。